よいしょ。じゃあいただきます。これなんかマヨネーズはかけた方がいいの？何もかけないで食った方がいいの？最初は。味ついてんのかな、これ。味ついてるのかな、これ。塩で食べると塩ないんすよね、俺。いたな。起きちゃったの？クド。起きちゃったな。うん？置いちゃったな、くちゃん。ん？よし、食うか。いただきます。生だこれ。これ焼けてない。まあ食うけど生でも。これ生焼けですね、これ。これちょ、これ捨てていいですか、これ。次のじゃあ、一番最初にやったやつ。これは生じゃないと思う。めっちゃ固まってるから。あ、これは大丈夫だ。いや、これ味がない。なんなんだ、この味がないのは。まあ、あるけど、野菜の味あるけど、なんかちょっと足りないな、これ。スーパーで売ったらかき揚げと全然違う、これ。醤油ないのか、醤油ありますね。醤油かけてみるじゃん。胡椒で下味してない。え、するの？何も入れてない。塩胡椒とか。天ぷら粉しか入れてない。そんなやるの？何もやってないんだけど。何にも味がしない。なんか足りないな、このかけ揚げ。これ醤油かけても醤油の味しかしない、これ。あ、そうなの？塩コショウとか入れんの？醤油の味しかしない、これ。見た目はうまくいったけど、これ。中身クソまずいんだけど。まずいっていうか、味がない。麺つゆないっすね。ポン酢ならあるけど。ポン酢、醤油、マヨネーズ、ケチャップ。大根おろしないっすね。玉ねぎと人参うまいな。春菊の青臭さもなんかうまい。
ケチャップかけるか。でも味ないからうまいと思うよ。あ、うまい。うまい。やっとこれであの味が濃くなる。いや、ほんとうまいよ。何もなしで食うよりは全然うまい。あ、醤油をさっき食ったけど、まあ、醤油の味しかしないね。マヨネーズね。あ、うまい。マヨネーズやっぱ何にも合うね。昼もね、もう、いや、どうだろうね。なんかあんま眠くないけど。このまま寝ないで、お昼まで起きて、酒飲むからダメなんだよね。寝坊しちゃうんだよ。ファンタスティックじゃないか。ファンタスティック。酒眠たくなるよね。眠たくなるね。昨日6時まで酒飲みながらやってて寝坊しちゃった。ジャグラーダンサー10個から踊りますよ。10個からジャグラーダンサー踊ってくださいってかけてくれたら。ああ、目がシパシパする。ああ、何でも、いや、今日、昨日夜21時から配信予定だったんですよ。だけど、寝坊して朝2時になっちゃった。で、今に至るみたいな。頑張ってありがとう。黒板じゃ頑張れないけど。黒板じゃ頑張れない。一旦終わるか。でも何時今、5時か。終わりますか。あと14分で一旦ね。今日はどうせ